これ必要かしてもらいますか。あ、では何か質問とかあります。じゃあ、会社のこちらの質問です。お願いします。まあ、コンピューターを午前中にやった申し入れと、今の性能もあったと思うんですけれども、まあ、申し入れは、特段別に当社というよりも、まあ、絞られた経緯をきちんと公開してくれということだったと思うんですけれども、今の抗議宣言を聞きますと、やっぱり根底にはですね、一方社版の許可書の問題があるっていう、お考えに皆さんそこは共通ってことで考えませんか。抗議をするっていうのは、一方社版の採択を県立中学でやったのは、2015年から県立中学が、教育委員会の自治律事項になりましたよね。でそれからずっとまあ今講義の声明にあるように育法者が、ね、採択をされているわけで、その採択の仕方を我々は公平に、ね、全ての教科書を何ですか平等に扱ってやってくれっていう、ずっと懇談で申し入れてきてるわけ。それでまあ少しは、公開をされたりなんかっていう形になってきましたね。2015年の時は一切非公開で、資料も何もないと言われてね、だんだん、先ほどちょっと話がありましたように、最後の回だけは公開するとかね、そういうのをやってきたんだけども、一番問題にしている公正なやり方っていうのを歴史本をがやってない。そういうことでその歴史公民がなぜこうやって採択されるのかっていうのを抗議したいというものなんですね。つまり育法者分の継続採択が決まった歴史公民についてってことですよね。抗議はね、はい、わかりました。一旦私しっかり以上なんですが、他の社長さんからありますでしょうか。あ、ではじゃあ、はい、先に手を挙げてくださったら、お願いします。基本的な団体のことについてまずお伺いしたいんですけども、2015年からということで、前回 の教科書を採択の時からちょうど活動されているように思うんですけど、前回の移行した採択の時もこの移行いうような公文は提出されたんでしょうか。ちょっともう一回。5年前の採択の時にはこのような公文を出したかというか、公文を出したか、そういうことですか。よろしいでしょうか。前回というのは2015年の採択という時は一切非公開なんです。だから抗議文を出すとかそういう何ですかね、そういうこともできなかった。一切非公開です。だからそういう審議をしたということも非公開なんですよ。それで私たちはその公開で県民全部に分かるような形で審議をしてくれということで、この会を作って、資料課と話し合いをずっと続けている。採択が決まった後に、採択そのものに対する抗議文も特に提出されないんですよ、前回。採択決まった後で、抗議文は出さないですね。ただ、問題は話し合いを申し入れて、うん、そうです、申し入れてるのはね。はい、懇談を今まで通りもう20回近く続けてんでね、続けてくれということで、はい、すはい、あ、すみません、会の今何人ぐらい構成員でいらっしゃるか。構成員ですか、はい、これは全県にわたって今ちゃんと参加の名簿を出してくる人は、200名ぐらい、今日持ってきていないんですけどね、200名ぐらいいます。わかりました。ありがとうございます。
もうお一方ご質問がありましたら。今回まあ、講義ということで、国防省 の教科書が採択されたことという講義と、あと申し入れについて採択方法が不透明だということで、はい、申し上げたんですけど、例えばこれ、陸防車以外にね、例えば地理でいうと、県立って千葉中も東も東京都市だとか同じじゃないですか、この辺についての、不透明で公平さ、公平さみたいなものを感じてらっしゃるんですかね。他の出版会社の本が、教科書が採択されている状況については、例えば他の教科で他の会社が採択されてますよね、はい、それについての不公平なのか、だから手続き書はね、各教科で例えば千葉中学校、東葛中学校、それからその他の先生方が集まって案を立てるわけ、それが専門調査員。ところがなぜか歴史公民だけそれができてないんですよ、2015年以来、ね、あれを事務局よくても事務局が一つで絞って出してしまう。それでそういう形になったのが2015年、まあ、教育委員会議決採択の一番最初ですね。でその時に非常に不透明だというんで、まあ、各新聞社の方たちが問題にして、新聞にもその時大きく出ましたよね、千葉のやり方が。でそれで私たちは公正適正、ね、それから透明性でやると教育委員会に言ってるんだから、県民が納得できるように、まあ適正にやってくれという懇談を20回近くやってる。でいくらかまあ透明性にはなってきたと思うんですよね。ところが今回はこれはまあ証拠はないんですけども、コロナの騒ぎを理由にして途中の経過が全くわからないにされているというふうなことを感じています。公費生命はこの後出されるんですか。そうです。そうです。これは地元のどちらに出される、もう教育長に直接手渡されたんですか。これでも午前に出したのはその申し入れ書。誰に出されたんですか。あそこに行って、今、指導課長さんに行ってきました。はい、で今から行っても指導課長さんには、今から行って、どなたか受け取ってくれるか、それは分かりません。はい、ありがとうございます。他に何かございますでしょうか。はい、じゃあお願いします。質問なんですけど、公文って方、公正な形で出されるのは今回が初めてになる。そうですね、はい、前回は出すチャンスがなかったんです。要するに、9月以降ではない、何日までは決定した内容すら公開されないっていう、そういう時代があって、やっと今回は決定する日に傍聴ができるようになった。だから決定のやり方がおかしいでしょって抗議が初めてできるようになったんです。だから抗議声明を出せるっていうのは一歩前進なんです。前回はそれすらできなかったんです。はい、すみません、抗議声明に書いてある一部会社の教科書に誤っている内容とかいろいろ書いてあると思うんですけど、この内容が実際にこの今回選ばれた例えば3年度分として生徒の署名に渡ってしまう内容になりますか。来年の春から千葉県立中学校と東葛中学校で使用されることが決まったということです。決まったのが、実際この講義部に書いてある内容のものが記載された教科書が、はい、分かりました。ありがとうございます。すみません、いいですか。今の件ですけど、採択は日本語だから、日本語を使って採択をしているので、それがそのまんま
来年度に実際に使われるかどうか別問題。以上です。9月中ぐらいに訂正することは可能なんですよ。ああ、そうなんですか。今編集して忙しいです。あ、そうなんですか。じゃあおかしいって声を上げれば変わるかもしれない。変わるかもしれない。いや、それは軸修正とか、そういうこと。短く言ってんだけど。なぜ育法者の教科書に抗議するのかっていうとですね、これはユネスコの方にもありますけども、教職、私は元地理の教員ですけども、教職員の良心です。これはよろしくないと。生徒の成長に対してですね、よろしくないと、まあ、見てみてですね。文科省が言ってる、今文科省はコンテンツベースではなくて、コンピテンシーベースに変えようと言ってるんですが、それもですね、お定裁で質問みたいなところが吹き出し入ってますけども、非常におざないでクイズの答えを聞いてるようなものです。ということで、これにはよろしくないだろうというところで、特に候補者。どうやら地理はないんです。あ、別に、はい。補足、はい、補足しますけども、先ほどの朝日さんのご質問とも関係するかと思うんですけども、私たちも教員経験者が多いですので、各社の教科書いろいろ勉強しているんですよ。で、私たちの中でもね、これが絶対いいとかいう意見が一致してるわけじゃないわけで、これがいいという方もいれば、こっちがいいという方もいらっしゃるわけで、その範囲内の大まかな合意で考えると、どう考えてもこれは入らないんですよ。ちょっとこれレベル低すぎるんじゃないかなということで、それが採択、選定されてきたということ自体ちょっと変じゃないかなということで、透明性を、この点に関して特に透明性を求めたということです。レベルって何のレベルですか。低すぎるレベルですね、ですから、まず先ほど話が出てましたね、間違いが多いということなんですけども、その他に、子どもたちの発展レベルに合わせた教育学的な配慮というのが、これだけちょっとね、欠如してるんですよね。ですから、教育学、教科書が執筆されてるか、教育学者やもちろん歴史専門者いろいろいるわけですけども、ちょっと教育学的な配慮が足りないんじゃないかということです。ちょっといいですか。2015年の時も問題になったんですが、2015年は調査委員会があって、選定審議会があって、教育委員会の採択会議があるです。前回は調査委員会というのは現場の教師が入っている委員会で、教科書を全部読み込んで調べてどれがいいか選ぶ、それを選定審議会にかけて3社選んだはずなんですね。でそれが採択会議には事務局案とかで途中で1社に絞って、育法者版だけ評決で決まってしまう。でそれに私たち、そのいきさつを記者会見で県教委が公表したんですね。でそれおかしいんじゃないか、でもそれは議事録も何にもないと、だから何も根拠づけるあれはないんですが、どうも教育委員会が記者会見で言ったんだから、そういう一社にどっかで絞ったんだろうって、それをずっと問題にして話し合いをしてきたんですが、今回は調査委員会が何をしたのかわからないんですけど、その星印のなんかの調査研究資料っていうのが出されて、で選定審議会の資料として出されたのが各教科書のなんか特徴が載ってるのに、もう選定審議会の答申として一社に絞ったのに丸がついたって。だからなんか本来の現場の声を反映させるための調査委員会、選定審議会っていうのが、この育法者版の教科書を無理やり選ばすためのなんかアリバイ作りのような資料が採択会議で私たちに渡されたってことなんですね。だからその移行者版の内容も問題なんですが、その選び方がもうあまりにこう職員の時間をかけさせて資料を作らせて、それではいこれこういういきさつで選びましたよっていう、全てが移行者版採択のためのお膳立てっていう印象をすごく強烈に受けたんですね。だからその採択過程に対して私たちは一番その
順当な現場の声を反映して候補者が選ばれちゃったんならある程度しょうがないっていうね、そんなことはないと思うんですけど。他に何かご質問とかありますでしょうか。一点遅く30秒、はい、ですね、この教科書のレベル候補者 の問題っていうのはですね、我々教師で教員やってたわけです。で、私は地理の教科書の執筆もしたことがあるんですが、教科書を作るときには授業をイメージして作るんですが、この教科書を見てもですね、どんな授業をやろうかっていうね、イメージが湧いてこないんですよ。つまり授業論がない、そういう教科書でいいのかっていうことが、他の会社の教科書とはだいぶ違います。はい、以上。はい、育法者の採択不採択によって、ここも全体的に全国的に教科書採択の関心は高まっています。私は3人の母親なんですけれども、お母さんの中でも何が採択されるかとかいう話になります。教科書っていうのはすごく大事なものなので、多くのメディアも取り上げてくださっています。ですので、ぜひ皆様も千葉県の採択について取り上げていただきたいと思います。じゃあ追加で一言だけ、はい、私は7月31日の千葉市の教育委員会の中学校教科書採択の傍聴に行きました。朝10時から夕方5時半まで6時間半ぐらいやっていました。で、最後まで私いましたけれども、今回の千葉県の教育委員会の審議の時間は1時間余りだと聞いていますので、まあ、事実上千葉市と比べても5分の1ぐらいしか時間をかけていない。で、千葉市はしかも全ての科目に一回一回投票用紙を教育委員の方が全員無記名で投票して、それを一回一回開票しながら教科ごとに決めていきました。ところが千葉県は1枚の紙に、これが原案ですって最初から結論が配られていたんですね。それは手元に行ってないんですね。はい、そういう形でやるっていうやり方が大変違和感を持っています。それは5年前の時にも、本来は現場から3つの会社の教科書を推薦するっていう形で出てきたものを、教育委員会の事務局が1社に決めて、それを教育委員会の会議にかけて無理やり決めたと。じゃあ事務局ってそんな権限があるのかっていうことを、この間話し合いで教育委員会の人とも話してきましたけれども、それについてはお答えがありませんでした。ですから、かなり闇の中で誰かが政治的な圧力をかけて、この教科書を選びなさいというふうにやってきたのではないかと私たちは疑っているわけです。で、そういうことがあったおかげで、今回は全ての教科科目を最初から一社で絞ってきたというのは、5年前よりもひどいんです。5年前は3社推薦されたものを、社会科以外はそういう一社に絞らずに決めていたかもしれないんですけれども、今回は全ての科目を一社に絞って決めていると。このこと自体も異常だと私たちは考えていますので、こういうやり方はまさに偽装採択だというふうに言わざるを得ないというふうに思っているところです。以上です。他の自治体、例えばこの度不法者が採択になった神奈川県藤沢市などは、こう議事録が丁寧にありますので、もしよかったらご参照されてください。よろしいですか。じゃあ一旦記者会見でからそれはこれで終了させていただきますので、はいはい、あとは個別にまたやるというか、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。